フランスパン、バゲットとエピ。フランスパンとは、小麦粉、塩、水、イーストのみで作られるフランス発祥のパンの総称。バゲット、バタール、クロワッサンなどがよく知られている。本国フランスでは、ペイントロディスヤネルと呼ばれているが、あるいは、他国の故称に習い、ペインフランセと呼ぶこともある。また、かつてのフランス領インドシナにあたるベトナム、ラオス、 カンボジアなどの地域でも普及している。バゲットとバタールバゲットフランスパンはその硬さが大きな特徴である。基本的に生地には砂糖を使わないため、フランスパンはその片端だけを手に持ってもパンが中折れしないほどの高度がある。英語でクラストと呼ばれる外皮部分はせんべいのようにパリパリしており、フランスパンの独特の食感と香りを生み出している。また、卵。 乳製品、油類などの副材料を使わないのも特徴であり、それゆえに作り手の技術が味を左右するため、フランスパン作りはパン職人になる上での難関であるとも言われる。硬く香りの良い外皮部分に比べ、クラムと呼ばれる中身は柔らかい食感となっている。同じ生地、同じオーブンで作ってもバゲットは細長く皮の部分が多いために、 皮のパリパリ感や香りを重視する人に向き、丸いブールは、中身が多く柔らかなパンを好む人あるいは、サンドイッチに向き、バタールはバゲットより太いが、ブールのようには丸くないのでその中間である。バゲット、バタール、ブール、パンドカンパーニュ、シャンピニオン、エピ、クーペなどに代表される、いわゆるフランスパンは、基本的に材料は、小麦粉、パンコーボ、塩、水、モルトだけで作る。 他のパンのように砂糖やバター、卵、乳製品、油類などは加えず単純な材料のみで作る。小麦粉と塩と水だけではパン酵母の発酵がうまくいかないので、小麦粉のデンプンをモルトが透過して酵母による発酵が進む。パンドカンパーニュなどではライム2粉も加える。ベトナムでは生地に米粉を加える。フランスパンに使われる小麦粉は、 一般のパンに使われる強力粉ではなく、グルテンが少なめの純強力粉もしくは中力粉である。発酵後、オーブンに入れる直前に、生地にカミソリあるいはクープナイフで斜めに切れ込みを入れ、焼き上がる過程で、独特の亀裂が広がった形状になる。この広がった亀裂をクープという。しかし、プロが使う大きいオーブンなら、ともかく、 家庭用の小さいオーブンではクープがきれいに広がったパンを焼くことは難しい。また、バゲットなどでは気泡が代償不揃いで洗い物が良いとされるが、これは職人でも難しい技術である。フランスと違い、日本においてはもちもちした食感のパンが好まれるため、大手パンメーカーが市販するフランスパンはグルテンの強い小麦素材と牛乳、バターなどの油脂。 さらに卵や、その他の副材料を多量に使用しながら、グルテンの粘り気を効かせた製法を用いており、食感が本家のフランスパンよりももちもちして、弾力の強いものとなっている。それゆえ、おおむね日本大手メーカーで大量生産される、フランスパンは、フランス国内で食される、フランスパンとはまるで食感が異なり、外観こそ、バタールやパリジャンに似ているが、皮は柔らかく中身は、 噛み応えの強いウイロー状のものになっている。なお、フランスのパンには、ブリオッシュやビエノワーズなど甘い味付けの菓子パンもあるが、日本でフランスパンという場合、これらは含まないのが一般的である。切り分けたフランスパン元来、フランスでは土壌や気候の関係から生産される小麦は、グルテンの乏しいものが主であり、他国のパンのようにふっくらとしたものを作ることが、 難しかった。そのため、フランスでは、粘り気の少ない生地を使ってのパン作りが求められ、結果として硬い外皮と、サクサクした中身を持つ、独特のパンが生まれた。もともと、フランスパンは、イースト菌のようなパン工房を用いず、生地を一度に混ぜて直火焼きしたものであったため、焼き色は、現在のような狐色ではなく薄焦げたものであり、購入者が、 盛り付けの直前に焦げをナイフかヤスリのようなもので削って捨てる習慣があった。フランスパンが現在のような形になったのは19世紀頃で酵母菌や製粉技術などの向上によりこの頃から今日見られる多彩なフランスパンが作られるようになった。最も知られるフランスパンであるバゲットが普及したのは20世紀になってからである。これは1920年代に 高規制により、パン職人が午後10時から午前4時までの間は、働くことを禁じられたため、朝食までに従来の丸いパンを焼き上げることが困難となり、製造時間を短縮できる細長い形が一般的になったとされる。これに対して、NHK の番組、チコちゃんに叱られるでは、日本人、パン職人の話として、 法規制による説明は翻訳の誤りではないかと否定し代わりに市場労働者に向けてサンドイッチを効率よく作成するのに適した形状をパン屋が追求した結果細長い形状を考えついたとの見解を紹介した日本には明治初頭に製法が伝えられた1872年築地西洋件ホテルの開業に伴って 初代料理長として招かれたスイス人のカールヘスは1874年に独立して築地にあった外国人居留地でフランスパンと清涼飲料水の店チャリ社を開業する。この店は主に在留外国人が利用した。また1888年には東京市小石川区関口街町にあった聖母仏語学校に聖パン部が開業する。 聖母仏語学校に勤めていたカトリック教会主催のジャンピエール霊は、教会経営の孤児院の子供たちに授ける、職業訓練を文化的なものにしたいと願った。霊は、フランスパンの製法を最適な訓練と考え、孤児たちから長鬼を選び、仏領インドシナに修行に出させた。この試みは実を結び、一般にも向けた本格的なフランスパンの製造、販売を開始した。 これが、後の、関口フランスパンである。さらに、京都からは、進む道の創業者の都築一氏が、日本人最初のパン留学生として1924年に、突出し、2年余りパリで、パンの理論、実技を学んで帰国後に、本格的なフランスパンを製造、販売した。1954年、元フランス国立製粉学校教授の、レーモン・カルベルによる実演が行われ、 1965年に彼の弟子にしてパン職人のフィリップ・ビゴによる作り方の実演が行われて以降普及した。カルベルはビゴを日本でパンの普及に努めるようにと派遣し現在の日本のパンの基礎を作った。日本人では唯一福森パン研究所の福森光一が突出してカルベルの弟子になり現在もパンの普及に寄与している。パンド・カンパーニュは ラグビーボール型のほか、ブールの形に作られることもある。同じくパントラディショネルを使ったパンでも、形や大きさにより名前が違う。種類ごとのクープの数バゲットの準備小麦粉、ドライイースト、食塩、モルトエキス、ビタミン C、水。ミキシング1時発酵パンチ2時発酵、分割、ベンチタイム成形ホイロ発酵霧吹きで水を、かける蒸気消成発酵、ホイロは、 温度摂取28度、湿度75%。ありがとうございます。